マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤澄香です。あなたはダイエット効果の高いリンゴ酢、どのように召し上がっていらっしゃいますか？そこでこの動画ではリンゴ酢を使った簡単なダイエットレシピがわかるんです。簡単にできるリンゴ酢ダイエットのこのレシピで1日も早く綺麗に痩せたいなとお考えであればぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。材料3つだけ痩せるリンゴ酢レシピお伝えしていきます。話の流れはこちらです。1つ目、なぜこのレシピで痩せるんでしょうか。2つ目、材料3つだけ痩せるリンゴ酢のダイエットレシピ、詳しく材料、作り方、効果的な使い方お伝えしていきますね。では1つ目の項目です。なぜこのリンゴ酢レシピで痩せることができるのかというその痩せるポイント3つお伝えしていきたいと思います。まず1つ目、このレシピで腸内環境が整うからなんですね。痩せるためには基本的なところが大事。それは何かというと、この腸内環境が整っているかいないかっていう、ここになってくるんですよね。ですから根本的な痩せ体質に生まれ変わるためには、やはりここの腸内環境を整える必要があるわけです。なぜかというと、腸内にね、住み着いている痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちの種類を増やしたり元気にしたり、そしていつまでもあなたの腸の中でずっとね、頑張って働き続けてくれる、こういった環境をまずは作ってあげるっていうことが大前提になってくるからなんですね。そして2つ目、このレシピは脂肪燃焼効果が高いということになるんですよね。やはり溜め込んだ脂肪をいかに燃えやすくすることができるかできないかでダイエットの効果って変わってきますよね。そういったところもクリアできるということです。で3つ目、これもね、太るもと血糖値の急上昇を抑えてくれるレシピになります。どんなにね、気をつけていたとしても食べれば誰だって血糖値上がりますよね。ただ急激に急上昇するからこそ太るわけです。その間にね、一気に脂肪を溜め込んでしまいますから、このレシピを使うことでそのね、急上昇をぐっと抑えることができるんですよ。なのでこの今からお伝えする材料3つだけでできるこのリンゴ酢を使ったレシピで、この3つの痩せ効果をあなたは得ることができるんです。ではここから3つの材料が持つそれぞれの痩せ効果について詳しくお伝えしていきたいと思います。まずリンゴ酢です。リンゴ酢は脂肪燃焼効果が高い。その結果基礎代謝が上がって脂肪をつきにくくしてくれるんですよね。でまたむくみ防止にもなります。で先ほどの、痩せるポイントが全部入っているんですが、特になぜリンゴ酢を使うのかっていうその理由がここ、酢酸の働きがいろんなお酢がある中で一番強いんですよね。なのでダイエット目的でしたら、やはりリンゴ酢が一番おすすめなんです。なぜかというと、この酢酸の働きであなたの動きにくくなってた腸の、ね、動きが良くなるからなんですよね。腸の前動運動が活発になります。ですから例えば最近ちょっとね、便秘気味ですとか、お腹がなんかね、動かないという方は、この前動運動が落ちてますから、しっかりね、このリンゴ酢を使ってその運動をね、活発にしてあげましょう。そしてまたリンゴ酢のいいところはですね、あなたの食欲を抑えてくれる効果があるんですよね。なので暴走する食欲をしっかりとこのリンゴ酢を使ってコントロールしていきましょうね。では2つ目の材料はこちら、玉ねぎを使っていきます。玉ねぎもね、とっても腸内環境を整えてくれる効果が高いお野菜なんですよ。なぜかというと、オリゴ糖がたくさん含まれているので、またね、この腸の動きを良くしてくれる効果があるんです。まあ、その他にもこういったね、先ほど痩せるポイントも全部クリアしている玉ねぎですし、またコレステロール値も抑えてくれる効果もあるんです。そして3つ目、塩麹を使っていきます。これがね、なぜ塩ではないのっていうところなんですけども、違いは発酵しているからです。発酵食品が先ほどからお伝えしている痩せ菌と呼ばれる善玉菌をたくさん含む食品になるんですよね。なので今回はちゃんと発酵した調味料で塩麹を使います。でこの発酵調味料でね、酵素がたくさん含まれていて、玉ねぎと同じこのオリゴ糖を含むというかね、オリゴ糖を作ってくれる効果が高いのがこの塩麹になるんです。ではここから2つ目の項目です。
痩せるリンゴ酢の簡単レシピということで材料3つでしたね。またおさらいしましょう。今回お伝えするレシピは腸活の玉ねぎペーストということで万能調味料になってきます。材料は玉ねぎ1個、約 200g のちょっと大ぶりのものを1つ、そしてリンゴ酢が小さじ2杯、塩麹が 100g、 この3つだけ準備してくださいね。でここでポイントは材料は良いものを選びましょう。お野菜だったら無農薬野菜であったり、ここポイント、リンゴ酢は純リンゴ酢といって原材料がリンゴ果汁 100% のみでできている無添加のものをしっかり選んでくださいね。そして塩麹は私は手作りしているんですが、もしねお持ちじゃない方はスーパーにも塩麹って売ってますが、ここも無添加のものを選びましょうね。余計な添加物がなしにしてください。そしてね、以上の材料を準備したら今度は作り方です。もうねこの作り方わざわざ書くまでもないぐらい本当はすごく簡単なんですね。ではお伝えしていきますね。まず1つ目、玉ねぎをすりおろしましょう。そしてそのすりおろした玉ねぎをと残りの材料、この2つをねボウルに入れてよく混ぜればもう出来上がりになるんです。ではここから最後です。今お伝えしたこの腸活の玉ねぎペーストを具体的にどんな風に使っていけばよいのか、痩せる効果的な美味しい食べ方ご紹介して終わりますね。まずはですね、私はどうしてるかというと、おすすめ調理法ということで、1つ目はね、白身魚のような、お魚ですよね、お魚やあとねお肉だったらささみ肉とか、これめちゃくちゃ美味しい、こういったお肉やお魚をですね用意してくださいね。でそれと先ほどのこの腸活玉ねぎペーストですね、大体お好みでいいんですけどもね、量によります、一晩つけておいてください。そうすると味が染み込んで翌日ですね焼くと、もうふわふわでねめちゃくちゃ柔らかくって、もうねたったこれだけの味付けでこんなに美味しいのっていうお料理一品できちゃいます。これめちゃくちゃおすすめですよ。なのでお肉やお魚に漬け込んで翌日焼くっていうのもすごく簡単なおすすめ調理法。2つ目、これをねもうスープの素として、お味噌感覚で使っていただきたいですよね。もうだし汁1カップ 200ml ですね、そこに対してこのペーストを大さじ2杯入れてよくかき混ぜる、これだけでも即席、例えばここにこう刻みネギとかパパパッとわかめとかね海藻入れちゃっても美味しいですし、もしくはですねここにお野菜をご自分のお好みのね具材を入れてパパッと温めたらもう簡単な痩せるスープが出来上がりになります。その他カレーやシチューなどのコクを出すために調味料としても使っても美味しいですし、もうね無限です。もうこのままでもねちょっとしたドレッシング系に使っていただいてもいいですし、焼いたお魚とかお肉に後乗せでもいいです。もうそれはねもう自由にアレンジしていただきたいなと思いますし、もしあなたがこれを使って先生こんな美味しいレシピありますってできたら、ぜひこのコメントに教えていただければとっても嬉しいです。でまずこの作ったですね腸活玉ねぎペーストは、保存方法に注意なんですね、完全無添加ですからそんなにね長期保存はできませんが、だいたい冷蔵で約1週間ほど保存が効きますから、ぜひね例えばもうまとめて玉ねぎ3個分材料3倍で作っちゃうっていうのも OK ですし、あなたなりの生活環境に合わせて作ってみてくださいね。さあいかがだったでしょうか。今回はダイエット効果の高いリンゴ酢を使った手作りの調味料ペーストのレシピをお伝えしました。リンゴ酢というとドリンクというねイメージあるし、実際飲んでる方多いと思うんですけども、このようにですねストック型のできる調味料としてリンゴ酢を使うっていうのもすごくね簡単で、しかも万能調味料という形でね使い勝手が良いので、ぜひ簡単にできますから作ってみてくださいね。それではこの動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録をしていただきますともとっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。